ピフロエットーレルジーニーが演奏するピッフェロ。イタリア、エミリア・ロマーニャ州、ピアチェンツァ近郊のボッビオ・ピッフェロ、またはピッファロは、遠征型で内部に、空間のある、ダブルリードの楽器。オーボエ族である。ピッフェロは、イタリア・アッペニン山脈北西部の山や谷の地域、具体的に、アレッサンドリア県、ジェノバ県、ピアチェンツァ県、パビーア県など、クアトロプロビンスの伝統の中で、 音楽の演奏に使われている。ピッフェロは中世の聖武の子孫で、ブルターニ半島やコーンウォール地方で使われるボンバルデと同族である。高さは G に調節されている。ピッフェロが用いるリードは、それ自体がピルエットの中に挿入された、円錐形の王道の管の中に挿入されている。これは東洋や古代の大ボエと共通の構造で、イタリアでは珍しい。 ピッフェロは八つの穴が開けられている。そのうち一つは背面にあり、普通左手の親指で覆う。さらにベルの部分には、オンドリノーの羽根が付けられている。これはリードを掃除するときに使うもので、演奏中は普通使われない。ピッフェロには、伝統的に、ムーッサ、または、ムーッサアペナニーカと呼ばれる、アペニン地方のバグパイプの伴奏が付いている。二十世紀初期になって、 ムーサは音楽家にとって、より有数の聴くアコーディオンに広くとって変わられた。しかし、20世紀末になると、バグパイプが復活し、今日では、バグパイプ、アコーディオンのどちらか、あるいは両方と一緒に演奏されるのが普通である。バイフォーア、またはパイフラと呼ばれる、シチリアのもう少し大きな楽器は、ピッフェロと関係がある。ピッフェロという語は時に、 ショームの仲間の音を模倣するオルガンのストップの名前として使われることがある。一方で横吹きの笛と似た響きをしたボーチェ・ウマナと呼ばれることもある。イタリア語のピフェロはファイフを指すこともあり、ミヒャイル・ハイドンの公共局派長長ペルガー番号10では普通のフルートに加えてピフェリを指示している。ありがとうございます。